TBS ラジオ玉結び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 午後1時になりました。いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、かえたまおです。こんにちは、木曜パートナーは土屋レオです。いや、今日もいいお天気で木曜日始まりました ね、 ね、空が青いのは乾燥してる証拠だなんてね。冬らしい空でね。いやいろんなニュースありますけども。本当そうよ。土屋さんの最近のニュース言っときます。アップルウォッチがねえ、スキー場で大変だなんてこともありますけど。そうらしいね、うん、そんなニュースもありました。あの、土屋さんから先週いただいた、あの誕生日プレゼント、あの絵が描いて消せる、あれやっぱり、ね、娘にドハマりだった。ああ、そうですか。ありがとう。あの鉛筆用のもらった、あの買ってきたから。ちくわの形の、あ、これちゃんとした鉛筆バージョンのやつも、ありがとう。違うよ。俺がリスナーならイジイジしてるよ。そう。そう、後回し後回し。そういうことは今までもね、そんな感じでこう自分の身の回りのなんてことないニュースをね、そういうのがね、なんかだこだお話してきましたけれども、今日ちゃんとね、記事になったって。我々記事になっちゃった。記事になったよ、記事になってたよ。何、どうしたの。日刊スポーツさんでね、記事が出てるんですよ。TBS ラジオ昼の顔10年、はい、玉結び、はあ、3月終了。またまた。またまた。出てる出て、記事になって出てるんです。あ、フェイクニュースも多いからね、そこらへん。ねえ。そうだけど出てるね。しっかり再ね使っていただいて。そう。ありがたいね。赤い穴が同局ラジオの昼の顔として人気を博した番組。多いね。カンニング竹山、山里亮太、博多大吉ら、曜日ゲストも結構ばかり。ら。そこまで書いたらね、もう少し書いていただけたら、ね、そこまで書いたらね、ちょっとまして今日出すのであれば、日課さんそこはね、ちょっと我々仲間内としても気を使うところで使ってほしかったんですけど、まあまあでもね、ニュースになってますよ。知らない人もいるかもしれません、ね、そうなんですよ、はい、終わるんですよ。そうなのよ。3月で。そうなんです。びっくりですよね。いや、本当はね、ちゃんとあの自分の口からリスナーさんにもお話ししようと思ってたので、そういう準備してたよね。そう、2月ぐらいかなぐらいに、まあお話できたらいいなと思って、というのもまだちょっとバタバタしてて、いろいろ決まってないことも実際ありますし、お話できることにも限りがあるので、いろいろちゃんとこう整ったら、ご報告しようと思ってたんです。確定要素のまま喋っちゃうからね。だって昨日大吉先生で、大吉大黒様だ、わー、おねだりだ、わーみたいなさ、降臨だとか言っといて、今日終わりますってさ、この日によっての放送のギャップよみたいな。さよ、リスナーさん耳キーンでしょ。いやもういやだ、本当。まあちょっと本当にどういうことかをみんなドキドキしてるから、はい、そこはちゃんと話をしないと、はい、もう僕らはさ、前に聞いてるからある程度消化してるけど、はい、皆さんは今朝だからさ、ね、ここはそうだよね、だからまあこれはまあ、ニカさんさすがだね、こういうのやっぱり抜くところがあるんじゃないかとは言ってましたけれども、まあ、そうやって出演者の方、パートナーの方、はい、スタッフ、そして TBS の関係者の方、スポンサーの方々、いろいろ各所にいろいろとご報告したりもしなきゃいけないから、まあ、そうやってこう徐々にこう、ね、広がっていくので、まあ、人の口に戸は立てられないみたいなところがあるから、まあ、いつかは漏れるかもね、なんて話はね、漏れたね。漏れた。見事に、まあ、なのでごめんなさい、まあ漏れるよね、ちょっと落差あるんですけど、昨日からの放送でどうしてももう今日ね、お話した方がいいなということになっております、はい、ただちょっと本当にまだ決まってないこととかも多いので、全てを明らかにすることもできないですし、ここからまだ決まることもあるだろうという、はい、時点ではございます、ではどうして、玉結びが終わるのか、終わるのか、ここですよね、問題はね。本当にそうですよ。そうですよね、はい、なぜか土屋さんとの音楽性の違い。ああ、そこかって、おい。でも土屋さんがでも今日このテンション。おちょっとどうなるかわかんないから、そう、まあそうね。三万にみりんの歌が気に入らないっつって。やっぱそうか。あの歌が、あれはよくない。それはあるよね。いろいろ。そこは申し訳ない。あそこがもうね。それが理由の一個だとしたら謝る。赤いが音痴すぎるって言って、ぐち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 言うんで。それはもうやめようと。それは思ったんですけどね。それが理由です。納得しない。以上です。納得しないよ、そんなんじゃ。納得しないか。納得しないよ。いやまあね、本当にそうですね、いや今日こういうふうにお話しするとなると、ちょっとまだいろいろ決まってないのに、明日のね金曜日チームとかにもね、もうご迷惑をおかけしちゃうしさ、申し訳ないななんてちょっと思っててさ、そこはちょっと自分なりの段取りでお話したいなとは思ってたんですけど、まあ致し方ないね。まあこれはしょうがないね、もう漏れたら
話さないと逆に気持ち悪いからね。そういう意味ではちゃんと自分の考えがまとまりきってないっていうところもあるんだけど、そしてね、なぜ俺の日だっていうのがあるよ。それもちょっと選びたかったところある。選びたかったでしょ。ラの前じゃないよね。ラと一緒にこの話はしてくれないよね。あるんだけどね。まあ、でもそんなことないです、とんでもないです、うん、でも本当に、父やレオさんをはじめパートナーの皆さんにもめちゃくちゃ恵まれてますし、スタッフもそうだし、あと TBS のね、TBS さんにももう本当ご恩しかないです、恩義しかないですよ。こんな楽しい素敵な場所を、与えてくださって、でまあポンコツポンコツって言われてる私をでしょ、重用してくださって、いや本当にもうね、まあもう何の不満もないんですわ、はいはい、仕事に関して、本当にありがたいし、でリスナーさんもね、こうやって心配してくださったり、時には応援してくださったり、叱咤激励してくださったり、支えてくださったり、助けてくださったり、いろいろあるので、本当にね、ありがたい場所だし、もう大好きな場所なのは間違いないんですけど、間違いないんですね、そうですけどね、土屋さんとの音楽性が分かって、本当にそんな気がしてきたよ今俺は。違うでしょ、違うでしょ、俺は12月の頭に電話できて、驚いたからさ、ちょっと俺でもそっからさ、誰が知ってるか分かんないから、俺もそれからさっき赤井さんとこの話一切してないから、そうだよ、ね、俺も実際のところ、いつからどうこうとか何からも知らないからさ、このリスナーと一緒の感覚だから、ちょっとそこはあのさ、俺はね、ちょっと知りたい、全部知った方がこの先あの何の疑問もなくいけるから、逆にここで全部聞いときたい、で確かに玉結び今までもいろんなことありましたけど、まあ、できる範囲であのリスナーの皆さんに、私思ってることは、明けすけに、そうね、すっぽんぽんにね、お話ししてきたところありますので、まあ、ちゃんとお話しするとしたらですね、まあ、子供ですね、私、まあ、ラジオでも、ちょいちょい、お話しさせていただいています。今年6歳になる今5歳の娘、ピン太郎がいるんですけれども、あのね、ピン太郎ね、まだ時計読めないのよ。ほうほうほう、で、まあ、3時は分かるんだけど、3時だけ、おやつだみたいなんで、3時は分かるんだけど、ちゃんと時計まだ読めない、っていうと、ただそんな時間を気にせず生きていられる時期なんですね。まあそうだね、で、まあ、来年1年あ今年1年で来年は小学校になると、まあ、小学校になるとさすがに、時間も考えるだろうし、まあ、1時間目2時間目ってあるもん ね、 とかね、8時半になったら学校行かなきゃとかね、そういう人間ってだんだんこう時間の中で生きていかなきゃいけない社会生活ってそういうふうに始まっていくと思うんだけど、幸いのこと今まだすごい幼児で子供だから、全然そういう時間軸とかが概念がなくても生きていけている存在なんですよ。だからそういう時間概念がない時の子供にもうちょっとこう一緒にその時間を過ごしたいなと思いまして、っていうのも、まあ、私はこう生放送の帯を、玉結びを含めて、まあ、テレビもやってたんで、もうかれこれ17年ぐらい20年近くやってるんですけど、なんかずっとやっぱり生放送で帯だと、毎日毎日こう時間に追われてるとこがあって、でこの放送以外のところでもなんとなくこの放送中心に生活が回って、自分の中でものすごく時間に追われて、あっという間にあまた明日が来て、おまた明日が来て、あ気がついたらもう何年も経ってしまった、あれもう子供ももうこんなに大きくなってしまってるみたいなとこがあって、なんかもうちょっとね、もうちょっとこのある意味かけがえがないというか、もうあっという間に大人になってしまう子供のこの時間をもうちょっと一緒にいたいなというのがあって、かといって仕事を辞めるわけにはいかない、やっぱこれからも子供も育てていかなきゃいけないんでね、生活もあるので、まあ、仕事はできる範囲でやろうと、で私も好きだしやりたいと思ってるんですけど、まあ、仕事の量をちょっと減らして自分も、ここまで仕事ができたのは自分のこのピン太郎が一生懸命いろいろなところで頑張ってやってくれたおかげで私がこうやって仕事できたので、今度はちょっとその彼女の時間軸に自分もちょっと時間軸のペースを合わせて、あんまりこう追われてる感じじゃなく今の時間を向き合ってやろうかなと思いまして、なのでちょっと申し訳ないんですけど帯の仕事っていうのは、ご辞退とさせていただこうかなということになったわけなんですよ。確
っこいいね。いやいやいや、俺は電話でそれ聞いた時本当に素晴らしい決断だなって本当思ったよ。そうね、一瞬絶句した後にうんいいよって言ってくれたね、料理はね、うん、本当だね。でさ、あれ夜ぐらいかな、夜、そうだね、そうだね、うん、仕事終わりにこう帰り道で電話してね、うわー、うん、仕事、そう、後ろ雑踏しててこの人、ごめん、外結構雑踏な感じでは電話あ、だめ、そういうとこで電話しないもの普通、うん、しないかな、本当、うん、でもなんか急電話かかってくることかないから、うん、うわ俺クビだと思って俺最初うわなんだ木曜終わりにクビだと思って、うんうん、帰ってくんだと思って、うんうん、してたけど、うん、そしたらちょっと折り入って相談あの、うん、ご報告が、うん、本当にあ本当クビだと思ってうん、いやでも本当にあの玉結び折りようとっていう、そうなんだよ。あとまあ自分のね、うん、年齢っていうのもあると思うのよ。そのね、うん、あの働いていらっしゃるお母さん方もたくさんいるし、うん、あの女性がこう仕事するっていうのは私も仕事大好きで、うん、あのすごく応援したいしいいことだなって思ってるんだけど、うん、この間さなんかあのママ友達とちょっとお話ししてる時に、うん、なんでそんな話になったか知らないんだけど、うん、なんかあのカックラ菌大放送って知ってるみたい な私が話をしだして、うん、それで、うん、それで、知らないの、あのさ大きなさあのマグカップの中からスターたちが出てきて、うん、そのマグカップの中に消えていくやつよとか言って、うん、すごい力説したんだけど、うん、誰も知らなくて、うん、何を言ってるのタマちゃんみたいな、うん、そんな放送あるわけないじゃんみたいな、うん、いやあるんだってみたいな、大きなマグカップがステージにあってさ、うん、そこから野口五郎さんがとか言ってすごい力説してたの、うん、でも誰も知らなくて、うん、であのそうかそうか、まあでもそうか年齢あるもんねって言って、でごめんあの おいくつなのかしらとかって聞いたら、はいはい、中に36歳の人がいて、うん、同じ絵とみたいな、はいはいはい、一回り違うんだみたいな、私からすると、うん、ことになって、うん、ああそれはもうそれは体力面も違いますわなと思って、うんうん、でまああのもうちょっと私もねなんかあの体力と若さがあればまた話は違ったのかもしれないんですけど、うん、同じお母さんと言ってても、ね、年齢によってね、はいはい、随分といろいろと体力も違うので、うん、自分がちょっと体力的に不安なとことかを、こう日々帯の仕事をやると、うん、どうしてもそのしわ寄せが子供に行っちゃうとこもあるので、うん、これはちょっともう申し訳ないなと、いやもう本当に、はい、素晴らしいなと思ってるよ思ってるよ、だから俺も子育てしてるカクラ菌は俺もごめんそんなに自信がないあのマグカップの演出はさ、うん、あれはもう斬新だから、だからもっとママ友と喋ってりゃ今の話になんだよでもやっぱ、はい、本当に僕も子育てをする身からすると、はい、変な話仕事の代わりは誰でもできるけど、うん、インタローちゃんの笑顔のためはもう世界で最も赤井さんが必要なわけで、そうだね、なんかインタローちゃんに取られちゃうような感覚はきっとある、俺もヘビーリスナーの一人としてファンとしてあんた出てる人いやいやあた当事者だ、でも俺毎日聞いてるからやっぱ赤井さんの声で、この時間を過ごすってことが当たり前にやっぱ10年もやってればなるのよ。あ、そうだね、もうそれは本当そういう意味でありがたいことにね、うん、生活の一部みたいに思ってくださってる方たくさんいらっしゃって、でもそれはピン太郎ちゃんがこそそれで、そうだね、うん、やっぱり逆に言うとそこのピン太郎ちゃんが独占したいママを我々が借りてたんだなって思うと、うん、これはもうそりゃもう納得以外の何にものなくて、そうだね、うん、なんか、まあ、あの若い家ってそんなに格めいたことあんまりないんだけど、うん、まあ、あのその時しかできないことをやるべしみたいなのは常々言われてて、あのやりたいことたくさんあるし、もうこの玉結びという番組をここまでこう育ててくれた TBS さんとかリスナーさんのと一緒にいたいという思いはものすごく私もあるんだけど、うん、それでもやっぱりこうあの今やらなきゃいけないことの第一って言われるとちょっとね、うん、なんかこうピン太郎みたいな、ね、いやもう本当だからありまして、どのラジオ番組のリスナーの中でもピン太郎ちゃんの幸せを願ってるのは世界一のリスナーだから我々は、いやだそれだとこれ本当にもうおめでとうっていうか、もういやいやこれはもうみんなで喜ばなきゃいけない、これピン太郎ちゃんがより幸せなんだからさ、いやそうな、俺一個一個来た、申し訳ない、いつぐらいからこういうことになったの、これあこれね、これ武道館の時さ、うん、なんか撮影したじゃん終わった後、はい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 、はい、絶対4月以降のポスターだと思ってたんだけどあれね、ごめんね、あのねちょっと本当に、ね、それちょっとあのいろいろとこう、うん、あのまた関係各所に迷惑かけると申し訳ないんだけど、うん、あの
武道館終わるまでは言わない方がいいな、レオレオと山ちゃんには、うん、ごめん、この二人だけは、年下にはそういうこと、年下だけはもうだってこの二人はさ、もう如実に出そうじゃんか、そういうテンションが。マジか、他知ってた、他の方にはちゃんともう話してたんだけど。じゃあ、なるほど、曲いきましょうかね、うん、なるほどね、はい、まあでも確かに素晴らしいね、はい、本日の1曲目、斉藤和義さんで順風。お送りした曲は斉藤和義で順風でした。そうか、知らないことばっかったな。いやでも本当そうなんだよ、もう山ちゃんとレオレオだけは毎日の放送に支障が出そうだと、絶対なんか出そうだと思って、ちょっと俺12月の1週目2週目支障出まくってたんだから。あわわあわわわって、はい、頑張っていきます。あとね、俺12回だから、木曜日はそうかそうだね、それぞれの週いろいろあるからちょっと楽しく持っていきましょう。お願いします。本当にカクラキン知らないのか。今動画見させてもらったけど知らんわ。知らんか、本当やってたそれ。そうよ、マグカップの中からあのスターが出てきて、ケンナオコさんとかの、あのって言われてもなんか知らないから。でそのマグカップに座れることがスターの証みたいな。えドリフの時代違う、日テレさんだったんだけどね。うん、あ、いいや、行きますね。